ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、野球評論家の中畑清です。仕事としてはやっぱり1年間を戦う、チームの戦力12球団どういう選手新戦力が出てくるのかとかね、そういうのをキャンプを1ヶ月の間に、12球団なるべく回るようにしてるんですけども、なかなか回れないね。12球団全部見渡してこの戦力分析するっていうのは難しいんで、自分が今年ここのチームはちょっとっていう気になるチームを主体にして、キャンプ巡りをしていきます。僕ずっとね、自分のキャッチフレーズがユニフォームを脱いでから背広のプレイヤーっていう風にキャッチフレーズ作ってたんですよ。だから外から見ていながら実はプレイしてますよと、そのプレイしている選手が例えばどうやってミスを犯してしまったのかとかいう心理っていうのは手に取るようにこう分かるんですよね。だその時に、視聴者なり見ている方々にその心理というものを代弁できたらいいなと思ってたんですよ。そうすることによってもっとこのそういう意識があってこういうミスを犯しちゃったんだとか、打つ前にこれだけいい準備ができたからこれだけいい結果が出たんですよとかいうこう解説をしていくことがものすごくこの野球ファンを増やしていくんじゃないかという気がしてましたんで、これはずっと一貫して変わらないですよね。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。